乃木坂46の山下美月が、27日公開のグループ公式 YouTube チャンネル、乃木坂配信中に出演。ソロサウナを楽しむ様子を公開し、反響を呼んでいる。山下美月、初のソロサウナに挑戦。サウナはいつも友達とよく行く。そういう山下は今回、初のソロサウナに挑戦。動画の冒頭では、すっぴんです。ご許しください。と話し、しかもまだ朝の10時くらいなんですよ。だから、初めての朝サウナでもあります。朝活、と意気込んだ。バル、山下美月、ソロサウナで緊急事態。その後、サウナ用のポンチョとサウナハットを着用して登場すると、山下は、9分 ×3 セットのルーティーンへ。しかし、ちゃんと枕があって寝れるんですなどと快適なソロサウナルームをリポートしていると、撮影のために設定していた固定カメラが突然落下、緊急事態発生です。私がサウナに入って1分もしないうちに、もう1個のカメラが壊れました、と予想外のアクシデントが起こったことを報告すると、テロップでは、サウナでスマホは危険、という注意喚起が流れた。バル、山下美月のソロサウナ満喫動画に反響動画では他にも、山下がサウナで寝っ転がったり、休憩の椅子でくつろいだりと、サウナを満喫する姿を長尺で公開。ファンからは、すっぴんでこんなに肌綺麗なのすごすぎる、すっぴんでこの可愛さなんて、朝のすっぴんって聞いてびっくりした。最強すぎ、と山下の美貌を絶賛する声や、入ってすぐにカメラ壊れちゃうハプニングびっくりした、わら、本人もびっくりしてるのが伝わってきた、わら、慌ててる瑞希ちゃんも可愛い、といった声も寄せられている。